ルディスディアイは君たちファデュイが好き勝手に暴れていい場所じゃないよ。言っただろ、上の方は俺たちがパルディスディアイで研究用の薬草を探して持ち帰ることを許可したんだ。ファデュイは何も今日初めてスメールに到着したわけじゃないだろ。こんな時に薬草を取りに来るなんてわざとらしすぎるんじゃない？大賢者ですらファデュイの研究に口を出す資格があるとは限らない。ましてやお前のように小さな学者など言うまでもないな。忠告はした。身から出たサビにならんようにな。どうやら僕の意見は受け入れてくれないみたいだね。認めるかどうかは別として、ファデュイがこんな時にパルディスディアイに来るなんて、薬草を探す他に目的があるんだろう。言いにくいことだが、我々への憶測は余計な問題を生ずることにもなろう。だったら責められるべきは隠し事のできない君たちの執行官だね。僕は学者としてパルディスディアイに滞在している。でもだからといってレンジャー長の身分を捨てたことにはならない。スメールに貢献した学者たちの生活が邪魔されないようにするのは僕のレンジャー長としての責務だ。 Be kind of interesting if we actually played ourselves for this segment. 今日も誰にも邪魔させないからね。はい、パシア。ディナリー、大丈夫か？平気だよ、ファデュイ。いい度胸だった。どうやら押し…抵抗したところで何のメリットもないぞ。早くハイパシアを渡すがいい。渡すか。ディナリー、ボコボコにしてやれ。ゼミン丸見えね。 Where the fuck did the fire come from? Really? 風の赴く前、博士の命令は絶対だ。はぁ、犬のくせに主人への感情が湧いてきたか。風を知れ。はっ、そっ、はっ、姿を残す律令十分。これじゃキリがない。旅人パイモン、後ろからの奇襲を防ぐためにハイパシアのところに行ってくれ。分かった。ハイパシアはまだここにいるから誰も来ていないはずだ。I think fine, she sounds asleep. Oh? Alana, これで終わりだと思っちゃった。 Oh, damn. The ballad. なんだって、ザイヨンが来てたのか。君の慌てる姿を見るのも懐かしい。僕に会うたびこういう表情をするんだね。ザイヨンはどこにいるんだ。 So is the spirit a ghost? Wait. It's in a conscience. 君の心の声はっきり聞こえてるよ。まさか忘れちゃった？君が初めてパルディスディアイに来てハイパシアと接触した時にも、僕は僕が何かする必要なんてないさ。僕と意識をつなげられることはハイパシアにとって光栄なことだもの。誰と話をしてるんだ？まさかザイヨウじゃないよな。そんなわけないか。気になるよね。教えてやってもいいよ。今回は君の接触を感じたからこそ、僕は自ら
ハイパシアの意識に入ったんだ。無駄なあがきをしている人間を見に来ただけさ。おい、旅人、お前は。僕の進化のプロセス。Even we're telling Paimon to shut up. Damn. 残りは後片付けをするだけだ。わかるかな。クラクサナリタビを救い出せたとしても、神としての僕と君たちの間には実力において雲泥の差がある。子供同然の神を僕に歯向かうよう強要するのは賢明とは言えないよ。学者どもが知恵の神を信仰しているからこそ、恐れ多くも送信計画を実行できた。だけどこれは人が神を崇拝する行為や冒涜と神聖さを同時に内包している証明とも言える。なかなか滑稽じゃないか。言ってごらん。そうかい。僕は今機嫌がいいからこんな風に君とおしゃべりしてるのさ。というと、話だけを聞くと、まるで君が僕の友達で僕のことを心配してるみたいじゃないか。だがそれは大間違いだ。僕は君とも他の全員とも違うのさ。僕は神になるために生まれた。今までの人生は全てが無意味な過程に過ぎない。神と同じことだよ。神自身は意味をなさない。重要なのはそこに書かれた内容の方だろ。今までの僕が残したのは苦痛にまみれた記憶と人としてのくだらない感情だけ。この上なく愚かでとっとと終わるべきものさ。逆に君たちのようにあがき続ける人間の方が僕にとってはよほど面白い。君がこの世界で戦わなければならない理由は何だ？今の僕は君の意識とつながっているから、君の心の声が聞こえる。もちろん君の心のその強靭さも感知できる。今日のおしゃべりは悪くなかったから、一つアドバイスをあげるよ。その無意味な守護者気取りをやめな。君は真実を何一つ分かっていないんだから。これこそ全ての人間と君のためだよ。人という生き物は無知であればこそ幸せになる。 He's not wrong. Just look at Twitter and TikTok. そうだね。僕は彼女をとても気にかけている。君だってこうしたはずだよ。彼女は僕の神の意識を覗き、同時に僕の過去も覗き見た。彼女は一人目の信者と呼ばれる資格がある。神には信者がいないとだろう。ハイパシアは幸運にも僕に選ばれたのさ。彼女の出現は僕が神の権力へ初めの一歩を踏み出すことを意味し、I wonder if the doctor is trying to take her away from him. Kimi は常に僕の言葉を疑うんだな。まあいい。君もすぐにわかるさ。君がどんな権威を疑っているのかをね。誰がこの敬虔な女性を傷つけようとしているというんだい。博士が
僕の初めての信者に手を出そう。She antagonizing him? 面白い。言われたことがないかい。Sowing discord. 中を引き裂くのが下手だね。博士は昔から身の程知らずなやつだった。人間のくせに今も新たな神に干渉したいと考えている。でもそんな言葉だけで僕の力を利用して博士を排除しようと思ってる君もちょっと甘すぎるんじゃない？そうだな。ハイパシアにあげたように君にもプレゼントをあげよう。君がここで僕と会話できるのも僕からの恵みだ。僕の声を聞く者として君に褒美を取らせよう。良きことも悪きことも恩恵としてもらえ。これぞ神の横暴さ。うわぁ、雷が。さっきの見えないやつが材料だったのか。今までずっと話してたのかよ。おい、どこに雷を落としてるんだよ。Damn. え、それじゃ外にいるやつらが危ないじゃないか。ティナリとディシエがまだ戦ってるんだぞ。早く外に行こうぜ。ファデュイたちは撤退したか。Looks like Tenari already got struck by thunder. 大丈夫か。ティナリが怪我をした。大丈夫。動くな。あんたには休息が必要だ。余談でこういう雷に打たれた怪我を見たことがある。安静が必要だ。雷に打たれたのか。ついさっき持ちこたえられなくなりそうな時に天気が突然おかしくなってな。雷が狂ったかのように全員を攻撃してきて敵も味方もお構いなしだったんだ。幸いこっちは二人だけで動きも機敏だったからなんとか大体は避けられたんだが、ファデュイの方は人数が多かった。こんな密度の雷に打たれてかわいそうに。でもおかげでみんな引いてくれたね。平気さ。僕のことより君の表情だ。ちょっとまずい事態みたいだね。はい。おい、動くなっつっただろ。念のためハイパシアのところで話の続きをしよう。よかった、彼女が無事で。自分のことも心配しろよ。僕の状況は僕が一番わかってる。致命傷じゃないから大丈夫だ。医学が分かる人と話すのは疲れるぜ。分かるよ。こういうタイプはすぐ強がるんだよな。急に座ってどうしたんだ。ごめん、少し休ませて。旅人、話していいよ。お前らそんなこと話してたのか。 あいつにそんな考えがあったなんて。教令院の送信計画。ふざけた真似を。なんて言えばいいのか全くわからないぜ。こういう志が高いやつって言うべきなのか。どうせ私にあいつらのことは理解できない。毎日気持ちよく過ごして、お酒と美味しい飯があって、必要な時に仕事をして、夜にぐっすり寝られたら、私はそれで満足だしな。どうやら私は、
パルディスディアイに出入りしてる人間の中で一番夢がないやつみたいだぜ。そんなこと言わないで。さっきの件にまだお礼を言ってない。気にするな。お安い御用だ。とはいえ少なくとも博士は確かに何かの用事があって慌ててスメールを離れたってことには確証が持てそうだ。Think that Balladeer is the reason why the Doctor is targeting. まさかファデュイたちは残響に関する何らかの秘密を守るために口封じをしようとしてるのか。さっき残響はハイパシアに自分の過去を覗かれたって言ってたんだよな。あいつの過去に何かあったのか。気づいたか。残響も博士の行為は不満なようだ。博士が自分と対等な立場にいるとは思ってないみたいだしな。じゃあもし博士が現れたら残響は雷で攻撃するのか。こいつの話からすればそうするだろうさ。博士がスメールから離れたことは私たちにとってもあいつにとってもいいことかもな。つまりこの仕事については無事に終わったぜ。博士はこれからのことに干渉してこないんだからな。これで一件落着だな。うん。僕も嬉しいよ。ティナリ、協力に感謝する。こっからはここでちゃんと休んどけよ。そうするよ。よし。I like how the Japanese VAs put a lot of like emphasis into their voice acting. Like it makes it feel real natural and not stiff. I know a lot of other. それに用意するべき道具もすべて揃った。次は私だ。旅人とパルディスディアイに行ったんだが状況はちょっとややこしくなってな。とにかくティナリを見つけることができたがあいにく彼が戦闘で怪我を負ってしまった。誰の仕業だ。その質問は何というか。旅人、ファデュイか残響か、どっちって答えるべきだ。The Balladeer。そんなわけで、問題も発生したが、博士が船に乗ってスメールから離れるところは確認できた。大事な用事があって、スネージナヤにすぐ戻らないといけないらしいぜ。だから、博士を排除するって目標は無事クリアだ。それに、ティナリはもう安静にしてるから心配いらない。そうか。そうだ、ティナリからセノに伝言を預かってたんだ。自分の見たこと聞いたことを信じるってさ。ああ、覚えておくよ。俺の方も順調だ。エルマイト旅団のメンバーたちは今頃すでに目的地に着いてるはず。不用意な行動で敵に気づかれないように旅団はしばらくその場に残る。よくそれだけの人数のエルマイト旅団をスメールシティに連れ込めたな。ラフマンたちの度胸と大胆な戦略のおかげだ。どうやら策が効いたようだな。おめでとう。これで終わりか。なら解散しよう。待てよ、これで解散だって。そうだが、こういう時は士気を高めるために何か言うべきじゃないのか。個人的な意見を求められるなら俺は家に帰りたい。アルハイゼン、お前ってやつは。たか。ああ、もし何らかの一言を期待しているのなら俺はあくまで計画を立てることの責任を持とうとしているだけでリーダーをやろうとしているわけではないから。適任者を探した方がいい。お前ら教令員の学者たちはよく喋れると思ってたけどな。一つ訂正したい。
俺の肩書きは正直He's just a feeble scribe その意味は文字通り会議での記録係で基本的に発言しないまあいいセノも演説好きのタイプには見えないからここは私のご主人様に任せようかご主人様旅人のことさ私たちの間には雇用関係が結ばれたんだぜその通りだてなわけでご主人様何か言ってくれよ私のためだと思ってさおお早速士気を高めることを言ってみてくれあれみんな集まって何してるの別にいるだろうこんにちは邪魔しちゃったかな全然これからあんたを探そうとしてたところだ真剣な顔で集まってきっと何か大事なことを相談してるんだよねでもちらほら他の表情もあってまるで何か悪いことをやろうとしているみたい楽しそういいところに来てくれたのだニーロ仲間になる気はないかえ仲間になる大事な議論に私も参加するってことそう極めて大事なことだニーロ君のスケジュールにまだ空いている時間はあるかえ本当に誘ってるのわ私自分の耳を疑っちゃったあなたたちは私が知ってる中で一番大胆で心を躍らせてくれるスネール人だねこはそうそうスネール人じゃないけど同じくすごい旅人とパイモン is like a pick me She wants all the attention to herself 私正直に言うとちょっとだけ怖い気持ちがあるのでもクラクサナリデリ様のために私やってみたいもし私の力が役に立つならすごく幸せだもん自分を信じろうん明日グランドバザールのみんなにも手伝ってもらえるようにお願いするようっかりしてバレるなよもちろん準備完了だなこれで解散していいか We're going to save a god tomorrow 言いたいことは思いついたかご主人様そうだ計画は偉大だしオイラたちもすごいんだぞすげえな、グッドナイスライン確かにその通りだ重要な行動の前夜良質な睡眠が取れるかどうかは勝敗に大きく関わる幸い最近うちには俺しかいないから静かだなえ何でもないじゃあオイラたちも帰って寝るぜ明日は早起きだからなうんじゃあちょっと早いけどここで行っても大丈夫かなみんなおやすみいいと思うぞじゃあおやすみ来たかちゃんと休めたかオイラはよく眠れなかったぜ今日やることを考えてたら緊張しちゃって夜が明ける頃になってようやく眠れたんだお前はどうなんだアルハイゼン前日の夜の休息も計画の一部としてみなしているそれに体力も重要な資源だどうぞ Oh god, I get major sleep anxiety just from appointments and like events like it's so weird like if somebody's like oh hey let's go somewhere like the night before I get so much trouble
sleeping because either I'm too excited or I get anxiety that something bad's gonna happen the next day, and it's like, fuck. その執務室には歴代の大賢者だけが利用できる操作台がある。これは教令院内部の人間なら誰もが知っていることだ。あまたの機密指令や操作がそれにより行われ、中にはクラクサナリデビの解放に関する命令もあるだろう。そういえばずっと聞きたかったんだけど、賢者たちはどんな技術を使って神を閉じ込めたの？当然だが、学者たちの力だけでは無理だ。だが、スラサタンな聖書の中には、もともとマハールッカ・デバータが単独で瞑想するときに使っていた外界と遮断するための装置がある。そして500年前の大賢者がその装置を改造し、内部から操作できないようにした。つまり神の技術で神を閉じ込めたというわけだ。それでどうやってその大賢者の執務室に近づくつもりだ？今日はジュニアナカルパの日だ。教令院にとって最も重要な日と言っても過言ではない。ここ最近の教令院の研究成果や法令などを完全知識の形でアーカー社に記録するんだ。ゆえに賢者たちと教令院の中核メンバーたちは準備に追われている。各学派の学者たちは多忙を極め、教令院に出入りする人も格段に複雑になっているだろう。つまり紛れ込んで潜入するには絶好の機会といえる。大賢者が執務室から離れ、自ら缶詰知識の記録を監督に行くとき、捜査台で送信を解放するチャンスが訪れるはずだ。当然だ。何せこれは表の計画だからな。過去の経験からしてこの時間帯ならすでに教令院がジュニアナカルバの日の準備を開始しているはずだ。神を救うために集まったみんなもそれぞれ位置についたはずだ。オイラたちが先陣を切ろうぜ。ああ、行こう。オイラたち、このまま正門から堂々と入って。 Now we're gonna teleport inside Paimon. そうだ、こそこそする必要があるか。何も言い返せない。まあ、もし何かあったらアルハイゼンに任せるからな。書記官。お待ちください、アルハイゼン書記官ですよね。俺だが、どうした？急いでるんだが。いえ、ただ突然あなたがここに現れるなんて驚きまして。最近賢者の方々があなたを探しているようです。何の用かは分かりませんが、それとどうか部外者を教令院の中に連れ込むのはご遠慮いただけると。部外者？君はどのようにしてそんな結論を出したんだ？根拠もない推論を口にすれば、君が所属している知論派の恥だぜ。それはどういう意味ですか？私は知論派でもトップクラスの学生です。前回の院内論理学の答弁でも学派の3位を取ったんですから、見くびらないでください。何も見くびってるわけじゃない。ただ知論派の先輩としてある程度の思考能力を備えた方がいいと思っただけだ。それに君が把握している情報から考えれば、俺が帰ってきた目的も、それに彼女たちがここにいる理由も、全て一目瞭然だろう。そうなんですか。ちょっと待ってください。考えてみますので、まだ答えを言わないでくださいね。賢者の方々があなたを探している。金髪の旅人、部外者、まさか賢者の方々はあなたではなく、最初からこちらの旅人を探しているということですか？そしてあなたが教令院からこんなに長く離れていた理由も。そこまででいい。さすがは知論派の優等生だ。
君の推測に間違いがない。やはりそうなのですね。先ほども言ったようについ驚いてしまったので頭が回っていなかったんです。どうかお許しを。先輩からの励ましに感謝します。礼はよい。俺たちはこれで失礼する。はい、教練員への貢献ありがとうございます。書記官、さっきのは何なんだ。あの学者、何が分かったんだ。さあな。お前も分かってないのかよ。ああ、彼がどんな理由を思いついたにせよ、自分自身を説得できるものだったんだろう。いわゆる学者のプライドというやつだ。学術のことで指摘された途端、すぐ知ったかぶりをしてメンツを保つ。今の教練員にはそういった学者が数多く存在している。自分を賢く見せてるんだ。その姿がどれほど愚かなのかも知らずにな。なるほど、賢い人を相手にするときはそれ専用のテクニックがあるんだな。こっちで言い訳を考える必要もないなんて。無駄にできる時間はない。タイミングを逃せば面倒なことになる。早速入るとしよう。Find it fascinating for all the Genshin. They made so much improvements with the cutscenes getting more dynamic and stuff, and the character models having a lot more movement. So it's like new players that are playing the game, or if you rewatch the beginning, it's a lot more stiff and like still, but now they have a lot more movement. Especially in the cutscenes. まだ大賢者と鉢合わせする可能性を排除できない。とりあえず近くで観察しよう。大賢者がこのドアから出てくるってことか。それでこっそり忍び込むんだな。なんだかスリルいっぱいだな。どうなるかは知らん。だがアザールが今どこにいるのか確認できれば、今後の行動は一気に安全になる。ではお前たちにヒントをやろう。私の居場所を知りたければ後ろを見てみるといい。お前は大賢者アザール、どうしてここに。こんなに長いこと姿を消していたのに、教練員がまだお前のことを完全に信頼しているとは思わなかっただろう。書記官、随分と前からお前の目撃情報が寄せられていた。だからこうして私自らお前をわざわざ迎えに来た。 Let's poke out their eyes so they can never witness anything again。 そんなにも俺に関心を持っていてくれるなんてな、身に余る光栄だ。ああ、だがお前よりもっと関心があるのはそちらのお二方。I have a name, you dumb fuck. 旅人とパイリ。そうだろう。お二人はスメールの賓客。オシムラクは今日になってようやく会う機会に恵まれたこと。おもてなしが不十分になってしまった。実にいい。回りくどいことをせずに直接交渉を持ちかけるか。現状をよく理解していて無謀な抵抗をするつもりはないということだな。いいだろう。だがここは人がよく通る。話し合いには向いていない。私の執務室まで来てもらおうか。
外も中も衛兵で囲まれてる。オイラたち本当に逃げられないみたいだ。では旅人、私と何を話したいのかね。今日はジュニアーナガルマの日だ。私にはまだ処理すべき仕事がたくさんある。お前たちは取り押さえるまでそう世間話をしている時間はない。なるほど、こちらがしていることをだいぶ把握しているようだな。だというのに我々の偉業を賛美せず、そんなさまつな気がかりで私を揺さぶろうとするとは。さまつ？ではファデュイが私から何を得ようとしているのか言ってみたまえ。話にもならん。全く話にならんよ。利益、神の権利、お前はこんな卑俗な言葉で私たちの偉業を汚している。神を作る、我々は人類の知恵をもってして神を作っているんだ。もし人類が全知全能に届かないのであれば、神を作ってそれを工事すればいい。これこそが人類が到達できる知恵の頂点。我々は神の導きを再びこの手にする。もう二度と意識と知恵の暗闇で当てもなくさまよう必要がなくなる。たとえ世界中の危機であろうとも、最後にはあっさり解決できるだろう。これは学術都市の最終的な夢。そのためにはあらゆるものを代償にする価値がある。神が自分の手から誕生するその喜びをお前では永遠に味わえないだろう。お前の知恵ではこの感情を理解するには不十分だからな。一つだけ言うならば、神は人類よりもはるか高みにある存在でなくてはならない。クラクサナリデベ、彼女に何ができる？民をなだめる？砂人への対策？それとも荒唐無稽なおとぎ話でも作ることか？そんなの強霊院でも簡単にできる。なら私たちも神なのか？我々はマハールカ・デバータ様の恩恵を受けた民。このモナコで見たことがなくとも、我々の先祖たる学者たちは真の知恵を見た。だが今のクラクサ・ナリデビは神の座にいても学者たちに迷いをもたらす。あれが真の知恵なのか？なら彼女にずっとスラサタンな聖書にいてもらった方が学術環境もより安定する。そんなのへりくつだぞ。それじゃあとても賢いやつとかとても強いやつだけがいい神になるってことだろ。やはり大賢者様の判断と同じ。彼女らは確かに危険な存在。強霊院に反発しようとしただけでなく、その思想も学者たちの考えを歪める。俺の任務は確かに価値があったようです。アルハイゼン、オイラたちのことを言ってるのか？とにかく命令通りにこいつらを強霊院まで連れてきました。少しばかり手間取り、だいぶ時間がかかってしまいましたが。なあ、それからご要望の調査報告も、旅人に関するあらゆる情報を詳細に記載しました。俺がこれまで彼女と一緒に過ごしてまとめてきたものです。どうぞお目通しを。アルハイゼ、お前やっぱり強霊院側の人間だったんだな。オイラたちやっとお前のことを信頼したのに。よくやった。とても詳細にまとめられている。それに指摘するような箇所もない。さすがは初期官、実にレベルの高い報告だ。今日はちょうどジュニアーナガルマの日。その情報も一緒にアーカイシャに入れよう。
これが何を意味するか知っているだろう。セノみたいになるのか。アーカー社の演算能力によりお前の行動は全て予測される。その正確さは少なくとも 98% 以上。しかも視覚情報からリアルタイムに修正される。つまりどこへ行こうとも形のない檻がお前を囲っているということ。これがスネールにおける信用に足らない人物に対する最高の待遇だ。権力を与えると同時に同じ程度の疑惑を持つ。こんなことも理解できないのか。とにかくI wonder if the sage knows what pavement tastes like, because oh boy, we're gonna make him taste that shit. Fucking curb stomp his fucking head into the ground so goddamn hard. Have his brain splatter all over the ground. お前たちの計画じゃないのか。アザール様、言いたいことは分かりました。俺はずっとあなたの計画通りに動いてきたというのに、今になって俺を疑うというのですか。わざわざ私が計画を暴かなければならないのか。まあいいだろう、説明してやる。まずお前と旅人はキャラバン宿駅に姿を見せた。しかしすぐに砂漠に入り、監視の目から逃れたという情報を私は受け取った。タイミングから察するに、離反して砂漠に逃亡した大マハマトラのセノと合流したのだろう。私が言っていることに間違いはないか？まさか。オイラがさっきセノの名前を言っちゃったから。長い間教令員はお前から情報を受け取っていなかった。その上お前の周りにはクラクサナリデビとかなり信仰のある旅人、さらには教令員と敵対する大マハマトラのセノまでいる。彼らの先導のもと、お前が教令員を裏切る確率はいかほどだろうな。合理的に考えて5割？いや7割か。どう思う？いくら言葉を並べようともそれはただの推測。俺が旅人をあなたの前へ連れてきたのも、約束通り報告を提出したのも、事実として目の前にあること。そう、それは唯一敬意を払えるところだ。旅人は部外者であるにもかかわらず、お前たちの計画のために犠牲になろうとしている。私の推測が正しければ、クラクサナリデビを救うため、そして我々の偉業を打ち砕くために、お前たちはおそらく2つの策を用意したのだ。まずジュニア・ナガルバの日に教令院へと紛れ込み、アルハイゼンの書記官という身分を利用すれば、クラクサ・ナリデビを助ける方法を直接見つけられる可能性も高いだろう。もしお前たちの作戦が見抜かれたら、アルハイゼンはトカゲの尻尾を切るように、旅人を犠牲にして身の潔白を証明する。そして教令院に潜んで引き続き方法を探すというわけだ。セノはアーカー社の計算によると、近いうちに教令院に戻って私と対峙することになるだろう。おそらくこれもお前たちが想定していた計画の一部なんじゃないか。では俺が今更何を言おうと、裏切り者として扱うということか。たとえそれが冤罪だとしても、そっちに対した損失はないというわけか。いやいや、アルハイゼン書記官を失うのは教令院の正常な運営においても、スメールの未来の学術建設においても取り返しのつかない痛で、ただ現状から見るに我々の紙作りの偉業にとっては
確かに取るに足らん。教令員を裏切ったというか、アザール、君はこのスメールを裏切り、神に背いたものだろう。あがくのを諦め、牙を剥いたか。さて、衛兵たちよ。失われた神の缶詰知識、お前の手中にあったのだ。アザール、裏切り者め。いかに理性的な学者でも、絶望の淵にいれば神を頼ろうとする。お前も私と同じではないか、アルハイゼ。ただ残念ながら、神がお前を救うことはない。やつはもう完全に狂った。うマハマトラに引き渡し、アール村に追放しろ。それからこの旅人を監禁室に連れていて、処置は後で決める。大賢者様、ジュニアナガレバの日の準備が整いました。缶詰知識の記録を返してきます。よかろう、始めよう。It's enough, Paimon. そうなのか。ちょっと役に入り込みすぎたみたいだぜ。おいら、Marvelous. ここまでの動きは順調だな。おいらたち、ちゃんと監禁室に入れたし、アルハイゼンもやるべきことをやれたもんな。あの大賢者アザールまで見事に惑わされるなんて。アルハイゼンの計画ってとんでもないな。で、これから何するんだっけ。緊張してたせいか、オイラあんまり覚えてなくって。おう、確かこんなことを言ってた気がするぞ。これ以外にも第一段階の行動にはもう一つ目的がある。それが旅人を監禁室へ送り込むことだ。え、わざとこいつを閉じ込めるのか。なんでだよ。彼女は賢者にとって最も警戒すべき対象であり、計画を脅かす最大の敵であることを奴らは誰よりも知っている。しかも旅人の拘束に成功すれば、おそらく賢者たちは全てを掌握したと思うだろう。奴らの警戒心が下がれば、俺たちの今後の行動は成功率が一気に高まる。お前がそう言うと、あいつらの得意げな顔が目に浮かんでくる。心理的なものってことか。でもなんだか割に合わない気がするぞ。もちろんそれだけではない。監禁室にいる君にはもっと重要な任務がある。ラフマンに捕まった教令員の学者たちによれば、クラクサナリデビはアーカー社で意識を博士に囚われた後、自身の意識を封鎖し始めたという。博士たちがその中からさらなる情報を得るのを避けるためにだ。つまり、たとえ俺たちがスラサタンの聖書をどうにかできたとしても、クラクサナリデリの意識を呼び起こすには時間がかかる。だからこの件は前もって手を打っておかなければならない。じゃあオイラたち
ちがナヒーダを呼び起こしたのってことか。なんだかやりがいがありそうだな。監禁室は強霊院内部にある。スラサタンナ聖書からもそう遠くはない。その上完全に閉鎖された邪魔の入らない空間だ。とりあえずラクマンのところにいる学者たちに協力を仰ぎ、君のアーカシャ端末を改造しよう。その後君たちはクラクサナリデビに近い場所から意識を訪ねてくれ。しかし彼女を呼び起こせるかどうかは俺たちの運次第だろう。おお、だから今日ずっとアーカシャ端末をつけてたのか。これがアルハイゼンの改造したバージョンなんだな。ここに閉じ込められるとき、アーカーシャ端末も回収されるんじゃないかと思ったぜ。あいつら油断してたのかな。それでオイラたちは今からどうすればいいんだ。聞いた感じそう難しくなさそうだな。久しぶりにまたナヒーダと話せるのか。早くやろうぜ。Well, faint signal. Oh wow. Wasn't expecting the traveler to speak. そうだわ、生まれたあの瞬間から始まったのよね。私は一人前の神になりたかった。そのためにずっと勉強して、民の心の声に常に耳を傾け、世界樹を助ける方法を探し続けて、あの後ろ姿に追いつこうと願った。ナハール・カデバータに追いつきたくて。だけど私はスラサタンナ聖書に軟禁されている。賢者たちが創造する新たな神が私にとって変わろうとしている。仕方なく私はこの意志を果てのない暗闇に閉じ込めなければならなかった。ナヒーダ！ここは静かね。
そういえば自分の声はちゃんと聞いたことがなかったわ。神にも心の声はあるのかしら。神に心の声はあるべきなのかしら。私の行いはすべて正しいの。私は本当に必要とされていないの。私自身本当はどう思っているの。ここは静かね。もしあなたが知恵の神なら、さっきの質問の答え、oh, that's not Nihita. That's someone else. あなたは誰？ Is that Luca Dabada? 懐かしい。でも、あなたの言う通り、私はもう自分の声を無視したくない。呼び起こしてくれたの。ありがとう。でもどうしてここに？助けに来た。大丈夫？大丈夫よ。ただ私の身に起きた数々のことを思うと、今はなんだかすごく怒っているみたい。だいぶ前から怒るべきだよ。 That's so sad that she had so much self-doubt. 状況はどうだ？ なひらが awake。 よし、いい知らせだな。本当によかった。おいらたちが捕まったのも無駄じゃなかったね。 I actually like that they gave the traveler more voice lines though.They need to do that more often instead of just being silent. Yeah.